こっちだよ、こっち。ここに音町にやってもらいたいゲームがあるんだ。ここ物置じゃん。なんで部屋でしないの？実は、結構わけありのゲームでね。あのさ、5000兆円欲しくない？5000兆円？何それ？実は、クリアすると5000兆円もらえるゲームがあるんだよ。それを音町にやってもらいたいんだ。やるやる、5000兆円欲しい。計画通り。このゲームはなんて読むの？これはブラッドフィードと読むんだよ。ゲームの内容は、自分に襲いかかってくる敵を倒す FPS ゲームだね。そうなんだ。けど、5000兆円ももらえるゲームだから、よほど難しいに違いない。ゲームのストーリーは、エイリアンを倒して武器を強くしていくゲームなんだ。この画面に映ってるよくわかんないのが、エイリアンかな？強そうだね。ゲームが始まったよ。いきなり強そうな武器持ってる。それは、私のセーブデータを引き継いでるからさ。強くてニューゲームできるんだ。ここの木に、いっぱい武器がくっついてるよ。それも、私がアンロックした武器だよ。好きなの使ってね。ここには、サブマシンガンからショットガン、ライフルまで揃ってるからね。ショットガンとかも、使ってみたいけど、ハンマーが気になっちゃうよ。これだけ大きいハンマーだったら、エイリアンもイチコロだね。レーダーを、見てごらん。赤い点が敵だよ。近づいてきて。本当だ、どこから来るんだろう。あ、これか。一発でバラバラになって、しかもパソコンが固まったよ。パソコンが固まるのは仕様だから放っておいて、一発で倒れるのは、強くて、ニューゲーム状態だからだよ。本来はハンドガンしか持ってないからね。なるほどね。これなら、どれだけ攻めてこられても無敵だね。正面から敵、エイリアンを2体確認。この距離からでも、一発で倒せちゃうショットガン超強いね。いつで、いつの間に近くに。エイリアンは、ほとんど無音で走ってくるから気をつけて。なんか緑色に光る、アイテム取ったら、プレイヤーが騒いでるんだけど、これは何？それはパワーアップアイテムだね。ジャンプ力向上、走る速度の向上、無敵があるよ。本当だ、すんごい飛ぶよ。しかも、着地した時のダメージがないね。敵に囲まれた時とかに結構便利そう。楽しそうで何より。本当、一発で敵を倒せるのって爽快感があるね。何か、変な大きい卵が置いてあるよ。それを壊すとボスが出てくるよ。この卵からエイリアンが生まれるのね。卵を守れ、エイリアン発見。ハンマーめちゃくちゃ強いね。銃と同じぐらいだ。この卵、めちゃくちゃ硬い上にガラス殴ってる音がするね。ちょっと時間かかりそうだから落ちてる銃を使い、ポッカ。これで壊せたね。どこから出てくるの？レーダー的には向いてる方向かな。あ、ほんとだ、来た来た、なんだあれ。サソリ型のエイリアンだね。ドラクエの大サソリぐらいの大きさだ。しかも全然ダメージ入ってない。いや、そんなことなかった。めちゃくちゃダメージ入った。一応、全部の敵にはヘッドショットダメージ判定があるからね。さっきのは、後方の熱い場所を攻撃したからダメージ入ってなかったんだね。尻尾攻撃してるのに、全然体力減らないよ。そのボスには、胴体しかダメージ判定ないよ。尻尾は飾りでね。あんなの飾りです。偉い人にはそれが分からんのですよ。というか、サソリの尻尾って一番の攻撃手段なんじゃないの？グレネードすらあんまりダメージ入ってないよ。防御力すごいね。だが無意味だ。おめでとう、ゲームはクリアしたね。え、こんなので5000兆円もらえるの？もちろんさ、ゲームは続いてるけど5000兆円は確実に手に入れてるよ。ほら、約束通り5000兆円は実績の中に入れておいたから。なんだこれは！残念だったな。あれは嘘だ。まあかわいそうだから、ついでに実績解除もしておいたよ、2900個。また、騙してクソゲーを遊ばせたが、くたばりやがれ。通常価格498円、しかし今なら 89% オフの54円。あなたも今すぐ Steam のプロフィール画面に5000兆円欲しいと見せつけてフレンドに差をつけよう。